いやー、久保さん、もう1000話ですね。いよいよ。テーマは、まあ、新しい、ニュー時代。わかんないですけど。まあ、1000話ですね。まあ、令和より1000話。令和より1000話にしましょう。令和より1000話。令和の次は1000話にしましょうか。令和の次は1000話というね。これマジで令和の次1000話来たらすごくないですか、久保さん。1000話。1000話です、みたいな。令和の次1000話。令和の次何来るのかな？ね。でも1000話来そうじゃないですか。どうすかこれ。1000話。でも1000話って、なんか千羽鶴みたいな。わかります？これ良くないですか？日本伝統の千羽鶴みたいな。千話。ね。千年の時を超えてみたいな。千話みたいな。これ良くないですか？千話。令和の次千話やな。どうすかね。千羽鶴。千羽鶴って千ですよね。千羽鶴。あ、ほら、千羽鶴、千。やっぱ千羽鶴。千は。いいじゃないですか。日本の旅立ちを新たな、みたいなね。多分、令和は黎明するんで、東京オリンピック終わったら黎明するじゃないですか。冷たくなるんで。次はこの思いを、ね。広島もそうですけど、ね、いつも多分鶴がねこう行くと思うんですけど、なんか広島のあのなんかあれに鶴の建物のところに鶴をこうなんかありますよね、確か。そう、千はいいんじゃないですか。令和の次は千はですね、はい。まあ、ということで、まあ今までね、もうなんだかんだ言って本当千は行っちゃいますね、早いもんで。まあ、今年の3、4月だったかな。4月か。そう、4月ですね。4月。そう。まだ平成の時だ。平成最後の合宿ですよ。平成最後の合宿っていうことで、億万長者合宿やってから令和、5月から令和だったと思うんですけど、確か。だから5、6、7、8、9、10。まあ、半年ぐらいですかね。で、まあ、半年、あ、そっか。まあ、億万長者合宿前から動画やってましたからね、あれか。まあでも今年中に1000話に行きましたね、なんだかんだ言って。まあ途中40本ぐらいありましたからね、40本リレーが。あれきつかったですけど。まあでも本当ね、久保さんが前言ってた通り、まあこの短期間というかね、このペースで1000話のリレーですよね、1000話のリレーができるのは本当ね、僕と久保さんぐらいしかいないんじゃないかなと思います。マジでいないと思いますよ。本当に。だって1日40本のリレーしないでしょ。あれ移動中とかマジきつかったですけどね。しかも僕ガッチャンコあるんで、8時間ぐらいかかってましたからね。もう何しとんねん俺みたいな。やることあるしみたいなね。なかなかできないですね。うん。まあ1000話以降はですね、新しいニューステージになってきますんで、もうすでにね、1000話は収録してるやつがあります。まあこれはこうご期待ですね。もう久保さんも僕も収録済みの1000話用の、だからもう1000話をね、撮る、もう、まあ僕たちだったら、まあ1000話行くなと。まあ死なない限り1000話行くぞという、もう、それを仮定して動画撮ってるんで、1000話を、1000話目ですみたいな。そう。まあ行きましたね。有言実行ですね。まあ今日死んだら、久保さん、1000話は見送りですけどね。今日死ぬかもしれないし、わかんないですね。今日ね、ちょっと撮影してこようかなと思ってるんで、出るんで、交通事故になる可能性があります。安全運転で行きますけど、ちょっとドローン飛ばしてこようかな、みたいな。天気いいんで。そう。まあ、20時間ライブも終わりましたから、そう。なんかね、お客さん、リスナーさん、お客さんから、吉田さん、ここスポットいいっすよ、みたいな。スポット上、いただきました。スポット情報。あ、そこ行ってみようかなと思うんですけど。そう。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえずやりましょうってことですかね。やりましょうと、うん、続けましょうと。本当ね、久保さんとのこの億万長者合宿シリーズは伝説になると思います。だってずっと続くから。多分ね、伝説ですね。だってホリエモンチャンネルも抜くんじゃん。ホリエさんの Q&A のやつもあるんですけど、あれ何話だ、何個あんだ。ホリエモンチャンネル、ホリエモンチャンネルの Q&A のやつも結構続いてるんですけど、ホリエモンチャンネル、
ホリエモンの Q&A は、あ、最近アップしてないですね、ホリエモンの Q&A のやつ。あ、最近なんかホリエさん YouTuber っぽくなってるんでね、あれないな。あ、これか。なん、あ、再生リスト見ればいいのかな。うん、あれちょっとなくなったな。まああるはずですけどね、どっかに。何話だったかな。あ、ホリエモン、ホリエ貴文 Q&A だ。ホリエ貴文の Q&A、 これ1178ぐらい言ってますね今。これの最新が、まあ堀江さんでもこんだけやってるんですよ、 Q&A だけで。堀江貴文の Q&A、 まあ1000回はやってますね。1000回は超えてる。1185とか1200ぐらい。まあこれも超えますね、すぐ堀江さん超えしますね。あ、そう、堀江さんでもね、ね、まあ少なくても1000回以上の人の悩みに Q&A の動画だけでやってるわけですよ、堀江さんが。だからね、一般ピーポーの僕たちがねじゃあ本当にね、この前の20時間ライブで見ましたけどね、堀江さんですよね、あのライブドアを作った堀江さんね一般人が作れないじゃないですか、ライブドアなんか。時価総額わかんないですけど、まあね、逮捕されましたけど、まあ、逮捕されてもまた本もね、もう100万部ぐらい売ってんじゃないですか、トータルで。わかんないですけど、その堀江さんでさえ人の悩みを解決し、人の悩みに回答し続けて1000回以上やってんですよ。僕たち一般ピーポーがそれのね、何倍やんないとこう追いつけないんだっていう話ですよ。だからね、気づいた方がいいっすよ、本当に本当に気づいた方がいい。うん、そう、気づくべきですね。一般人が成り上がるためにはそれ相応のことをやり込むと、ぶち抜くぐらいやんないと。ぶち抜いても勝てないですから。もうもはやぶち抜いてもうぶっ飛んで、ぶち抜いてもうなんかよくわかんないところに行って、もうまだわかんないですね、堀江さん抜け、まあ、どこを基準に堀江さんを抜くかっていうのがわかんないですけどね。堀江さんの本の部数を抜いたら堀江越えなのかわかんないですけどまあ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 、一般人はね、いっぱいやらないと無理です。ということで、久保さんの動画どうぞ。はい、速稼塾の久保でございます。いかがだったでしょうか。補助金助成金のサイトを見ていただいたと思います。皆さんもね、お住まいの地区の市区町村の、まあ、商工会議所などのね、補助金助成金を使ってみてください。あと経済産業省のホームページですとか、それから厚生労働省のホームページもね、助成金補助金っていうのは結構ね出てますんで、毎年毎年ありますんで、しっかりとね利用できる方は利用していただいて、それからね、よく知られてないことなんですけども、社会福祉協議会にもお金を貸す、そういうふうな制度がありますんで、そちらのを見てみてください。私がですね、第一次情報として一番大事にしているのは、SNS でも Twitter でもどっかのね、ヤフーのトップページでもなくって、こういうふうな行政の省庁のですね、ホームページなんですよ。ここを第一に見なければ、ものすごく遠回りになっちゃいます。まあ、なんせね、国が第一情報で発信しているものですから、こちらの方をしっかり活用することで、自分はね、国の制度を真っ先に使うことができるということと、国がどっちに動いているのか、どんな変更をしたのかってことが分かりやすいわけなんですよね。なぜかね、こういうふうな一番大事な情報にタッチせずに、まあ言ってみればね、芸能とかゴシップとかスポーツとかどうでもいい情報で右往左往してるのは、まあ興味深いところですよね。私はね、なんかこういうふうにね、もう、まっすぐと言いますか、生まれたての情報をいつも見てるんで、多分ね、もうよく知ってますねって言いますけども、いや、よく知ってるも何も、なんか朝日新聞とかね、毎日新聞よりも早く出てる情報なんで、しかも誰でも見れますんでね、無料で。ああいう風なね、省庁のホームページ見るのに30万いりますみたいな情報商材みたいなことないですからね。動画もたくさんありますし、やっぱりね、政府の公式見解なんで、どこよりも当てになるんですよ。疑問を挟む余地がないと。だからしっかり活用していければいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあなんかいろいろとお話ししましたけども、お金っていうのはですね、
実はちょっと話変わりますけど、お金っていうのは借金をするから生まれるっていうことをご存知でしたかね。誰かがお金を借りるからお金っていうのは価値を作り出していけるんですよ。これをね、信用創造と言います。ですので、お金を借りる人が誰もいなくなっちゃうと、国って実は回らなくなって、お金ってものに価値が生み出されなくなっちゃうんですよ。で、この借金っていうのはね、不思議なシステムですけども、お金を借りるのは良くないって言われますけども、借金っていうのは基本的に経済を作っていくんですよね。で、社会に出て、借金のない会社っていうのは基本的にないわけですよ。大人になって借金をしない方っていないわけですよ。家を買ったら借金をするわけですし、車を買えば借金をするわけですしね。まあ言ってみれば、年金っていうのも新たなる借金という捉え方もあるんですよ。そうなんですよね。お金を借りるっていう行動が誰かの所得を生み出して、誰かの所得がさらなる投資を呼び込んで、さらなる投資が経済全体を動かしていると、こういうふうなことをね、我々はなかなか考える機会がなかったんですけども、今インターネットの時代で何でも調べれるんですよね。いくらでも頭を賢くすることができるんですよ。そうなると、我々が今までお父さんやお母さんとか先生とかね、友達から教わってきたことがいかにね、浅はかなものかとかね、陳腐なものかってことが分かるんですよね。自分で学んでいくことが最も当てになって、自分が学んでいったことが最も責任が取りやすいと、そういう仕組みでできてるのかなと私は思いながら、今日の放送に変えさせていただきます。それではもうすぐ1000話ですね。楽しみですね。ではマトリックスアフィリエイト GO!